はい、えー、16対9の四角の中に生きる妖精です、えー、これは中西のカップ麺ですねすいませんここがすごく明るいですが <laughs> 陽光がねここに当たっておるすいませんあどうでもいいですすいませんえっ、ー、とここ明るくてすいません <laughs> えー、12月1819 18日に食べたカップ麺ということではいまいりますはい参りますはい参ります,、はい参りますはい えーま、るちゃんラーメン横綱豚骨醤油、えー、創業昭和47年京都吉祥院で屋台から生まれた味生麺茹でてうまいまま製法これね、ま、るちゃん製麺の麺の製法ですねはいうん、美味しかったですようんあのほんとに豚骨醤油こってりしておりましてまあえっと、豚骨と醤油どちらが立つというわけでもなく結構バランス型な感じでしたねこれ お肉が美味しかったですねねチャーーシュー、ねうん、ちっちゃいんですけどねなんか美味しかったですね、うん、で麺は平ためで回るまあ楕円みたいな太めしっかりした食感のね麺も美味しかったでしょうんまあおいしかったでしょうん次すがき屋冬の濃厚担々麺豆乳で仕上げたごま香るクリーミースープ豆乳の濃いコク 美味しかったでしょこれうんごまホワジャオ香りましてはいあとラー油聞いておりましてはいでスープはえっとねまあまあもちろんごまと豆乳のおかげなのか結構まあたんたん麺、ね、刺激的なんですがこってり刺激的なんですが優しい感じのあのまろやかというか、うん、優しいうまみおしとやかなうまみみたいなうんシルキーな感じはい まあ、ごまでザラついてはいるんですけど、まあ、スープ自体なんか滑らかな感じがしまして、深みもありまして、はい。おぉ、良かったですよ、スープ。美味しかったですよ。うん。豆乳のおかげなんでしょうね。で、えっとね、たまに玉ねぎが入ってきまして、それがアクセントになって、それも良かったですね。で、あの、ね、ひき肉入ってます。それも美味しかったです。はい。ソーセージのような。 うん、ちょっと例えが良くないかもしれませんがはい中華ソーセージみたいな、うん、いい味してましたはいで麺は中細ですかね硬めの、えー、しっかりした縮れ麺でしたね、うん、美味しかったですよこれうんまあまあまあ、まあ、はいはいはいすいませんああ今週のグランプリ <laughs> うんまあ冬の濃厚担々麺ですかね、うん これスープ本当にね豆乳の感じが良かったですね、うん、すいませんここすぐ明るいんですけどね <laughs> まああの横綱さんも美味しかったですけどもはいでえーあお弁当ね毎回あのカップ麺の後にお弁当を紹介しております、はい、<laughs> 今週は1回だけ詰めていきましたはい、えー、父が釣ったワラサブリの1個下かなうん1個幼いやつかなワラサの一夜干し と、焼きしめじ。ポン酢、あえ。はい。で、卵焼き。焼き肉。これは牛ハラミです。はい。美味しかったですよ。うん。うーん。やっぱりね、ご飯美味しいですね。<laughs> 何度も言いますが、毎回言ってるかもしれませんが。はい。お米が美味しいね。お家のお米詰めていくとね。うーん。美味しいなぁと思ったね。あ、どうですかすいません。<laughs> えーと、来週もしかしたら、えー、来週以降しばらく来週やるかどうかわからなくてカップ麺ねで、それ以降しばらくねあの、新年迎えてもしばらくちょっとカップ麺はできないと思いますはい。取れないと思うんであの、忙しくてねどうでもいい話ですがすいませんあっ一応ねカップ麺今年1年ありがとうございましたはい、えー。来年もよろしくカップ麺をよろしくお願いいたしますですはい。 まあじゃあまじゃまあじゃ